んけこんばんは。いたずら大好き。面白いこと大好きだ。いたずらとエビファ音符姫。妖精のいたずらをお届けします。に触れる習慣を身につけてください。ピアノはドレミの位置を覚えるのが一番ですが、少しずつ感覚で自分の手を見ないで弾けるようになってきます。ドレミの位置をしっかり覚えることで楽譜がなくても感覚で弾けるようになります。慌てずにのんびり少しずつ練習をしてみることで表現力も身につきます。それではレッスンのご要望など090-113-6401 CAPIMAKA401@gmail.com になります。それではボイボイ